今、出雲大東について、これからウォッチラボもうそろそろ開いたと思うから行ってみようかと思うけど、なんか多分ねみんな帰ってんじゃんとかね、あとは地域おこし協力隊関係もちょっとズバッと聞いてみようかなと思うけどね。どうだろう、でも綺麗なところだよね。ああいう空き家をさ改造して自分の巣にしてしまうっていうのは、これまたたまらなくいいよね。空き家かどうか俺は知らないけど、やっぱりね匂いが違うんだよね。やっぱ匂い違うんだよね。2回言っちゃったけど、本当にね、なんだろう、渋谷とか秋葉とか行くとね臭くてしゃあないんだよね。慣れちゃえばそうなんだけど、やっぱりその昔北海道住んでて、この北海道の新千歳空港から成田へ来て、電車に乗るとやっぱり臭いよね。プラットフォームとかを降りてね、東京の空気吸うと臭いよね。あと2ヶ月長えな。その前に首だったら首でもいいんだけどな。使えない工場派遣のおっちゃんやっちゃってっからさ、生きるって難しいね。はその11月に辞めて鳥取に求人があるかだよね。むしろそれくらいの時にもうとにかく行っちゃえって感じで行っちゃえば、なんか東部コントラとかでやってもいいと思うし、あとはちょっと移住ガーデンで相談だね。やっぱりこれね、島根だけどなんかフリーの景色だけど、まあ、どこもかしくもフリーの景色とあんま変わんないからね。まあ、ちょっとオッチラボ行ってみるか。